支援くんは今度下に降りていただけませんか。ここでなぜだっしゃい。はいはい。はいはい。その狭いところにどうしても入りたいのね。そしてやっぱりここに戻っちゃうのか。しなんかしばらく開けっぱなしでいるから降りといて。はい。これここにあるかな。うん。ではですね、送られてきた首輪をちょっと採寸というかサイズを測るためにも一回つけてみましょうかね。ちっちゃいかな。ちょっと当てるだけ当ててみようか。はい。ちょっと短めかな。少し。いっぱいさ疲れた後に、3階とかでつけるはつけられるかもよ。まあそうだね、寝てる時はね。うん、そうそう。おとなしくしてるときにね。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。あ、ここだね。よしよしよし。指も入るね。大丈夫？はい、大丈夫。うん、かわいい。はい、それがついた状態で遊びましょうか。ちょっと疲れたかな？あ、疲れてないね。もう全然。これ知らずだね、君はね。はい、よく似合う、よく似合う。やっぱ黒猫ちゃんの赤が、お、ゴンって痛いよ、大丈夫？まあ、初めは定番の赤で、シオン君にももしつけられたら赤をつけます。ただ、定番に頼らず、ひょっとしたら黄色いのがラブ君、水色はシオン君になるじゃないかなと踏んでいます。つけたり外したりを、あまり嫌がらなくなるようにしてあげたいなと思います、うん、かわいいよ。なでなでするよ。セレ枕にしてるな。いいね、気持ちよさそうだね。よかったね。よかったね。気持ちよさそうだね。よかったね。うん。眠い眠い。よいしょ。よかったね。うん。肉球はチュワチュになってる。骨もだね。三角おまけびし、ちょうど枕にちょうどいいね。うん、いけてね。枕にしてるの見えるかな。こんな感じで枕にしています。かわいいです。枕をここに置いて、
へぇ、枕にしてます。かわいいです。何かね、うん、気持ちよくなっちゃった。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいいね。うん、うっとりうっとり。ねえ、何しようかな。考えだとすっごいリラックスしたね。ほんとね、ほんとだね。いいなぁ、首輪するには大変。今ね、気持ちよさそうなのだからね、ちょっと伸びない感じ、うん、少し近づけてみようか。あのね、うん、お尻の下に手入れると割と運びやすかった。ほんと、そんな気持ちよさそうな顔してるよ。ほら、今日はやめとくじゃん。ほっとりしてるよ。よいしょ、ちょっと近くに近づけてみる。何かね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ちょっと、やっぱ手が短いかな、私。気持ちよさそう。やっぱりちょっと無理かも。届いてるんだけど手が短くて、それじゃ無理かも。どうすればいいかな。一旦どく？作業すぐ終わる。うん、じゃ撫でてる。撫で撫で。まず手前に持ってくるのをやろうか、うん、そこでこれじっとしてくれるかどうかが分かんない。つけられるんだったらつけてもらっても大丈夫だし、うん、ああ、せんこの位置でつけられるね。こっち向きかな。まあまあ大丈夫だね。もっと広くした方が良ければするけど。どうですか？うん、指一応入ってる。うん、だね。こんなにじゃないよ。こんな感じ。毛がやっぱり少しもすってしてるよね。うん。ラブちゃんよりちょっと深く。ラブちゃんの方が短いで。うん、二人とも赤よくお似合いだけど、少しお姉っぽくなるので、そんなことない。今度慣れたら他の色も試そう。鈴がついたからどこにいるか分かりやすい。バレちゃうね。テンポはどこ行ったのかな。あ、ラビちゃん